大野里がが見事優勝しましままたありがとうございます残念ながら大相撲は現場に行って見ることができませんでしたがうー日本テレビの相撲を連れて行ってくれるえ僕の大事な大事な偉いさんがえ僕じゃなくて代わりに指名したのは極楽とんぼの加藤でした。悔しいです東の,浩二の本物ラジオ この番組は神戸常盤大学がお送りします。 どうもこんばんは東野幸治でございます、えー、今夜も本物ラジオ一時間お付き合いよろしくお願いします私の話を聞いてくれるのはこの方渡辺敦ですよろしくお願いします,します、えー、大野里が関脇大野里が見事優勝してもう大関になりましたけれどもいや本当に強かったしなんかもうまだ大一を言えない中でも万全の体制でっていうところでございますけれども見事優勝して盛り上がってるんですけれども うんその後ん行列で日曜日収録ですから土曜日決まりましたから日曜日にその相撲連れて行ってくれる日本テレビの偉いさんにお話ししてたら「いやあのこの間極楽の,の加藤君と行きまして」って言ってえ「えってなって誘ってくれてないし日本テレビもね あの何でしょうか旧ジャニーズ騒動以降いろんなそのアーティストアイドルさんも分け隔てなくやるって聞いてましたけれども加藤君も吉本を対象して。 そこもちょっっと訳隔ててなないのかうそりゃそうでそりゃそうですよね、はい、あ,のあいつ辞めてるんですよってもうここまで出ましたけどそんな時代じゃないからあいつ辞めてるんですよ俺吉本ですよってそんな時代じゃないから「でってうそんないいんですか?」って言う日本テレビさんちゃんとしてますね」って「分け隔てなくちゃんとやってますね」っていうこと「出そう言ってませんから心の中ですから喉元まで。喉元は出ましたけど、うん、グッと押さえたんですけどあのすごく加藤君を。 連れて行ったこと相撲大好きだって聞いてたから俺その話していや加藤も好きですよみたいなことを言ってたから多分誘っ,てく誘ったんですよねでもすごい後悔しててなでんで後悔してようよう聞いたら「あの旅猿」っていうあのフルーでも極楽トンボと岡村君と旅猿であのロケしたりとかしてで加藤君も相撲好きなんですけどちょっと言い忘れたんです日本テレビの偉いさんに。 あの加藤は大相撲とか全く知らなかったんですよ。うん、でも相相撲撲好好ききななんんでですすよよるのが日本テレビの AI さんが一緒に行って相撲の話ね力士の話しようと思ったら全然知らなくて「<laughs> 大の里強いっすね」とかって, <laughs> って「相撲好きなんじゃないんですか」みたいなことになったら「<laughs> いや好きですよ取るのが」って「そんなやついます」って50過ぎて。 見るるより撮るの,が撮るのが好きなやつって <laughs> いやほんま加藤らしいエピソードやなと思って確かに「旅猿」で「フル」で「極楽」ともとロケした時加藤がやりたいこと山本がやりたいことはまるだってやってで加藤がやりたいことは「我々全員で相撲を取りたい <laughs>」ってなって。 んでもう岡村もねそれめちゃイケでさんざんまた始まったよ加藤さんみたいな感じで全員その回しつけさせられてほんでほんまに土の土俵で加藤に投げられるっていう。<laughs> <laughs> あの、はっきり残ったんで一回グッとあの四つ相撲してグッてまししっかり持ってねあの力入れてざいとか言われて思いっきり力入れるんですけど全然入ってないじゃないですかーって言って思いっきり投げ飛ばされるっていうのを全員が多分つ、えー スリータータンやらされる <laughs> <laughs> そういえばそうやったなぁと思いながら日本テレビの偉いさんもちょっと加藤と相撲を見に行ったことはあの後悔してましたなんとにかく何やったら自分が土俵に上がって大里一番取れるかもわからんぐらいの気持ちでまあ行ったのかもわかりませんけどもまあ楽しい加藤君も相撲好きになってくれてよかったなと思いますしまた来場所以降。 う次は横綱っていうことですからぜひぜひねだからもうすごいスピード出世で上がっていってますからでなかなか見てると稀勢の里さんのが親方の元に弟子当時,で当時だったら白鵬さんのところにみんな強い力士が集まるんだけど自分はって言って茨城県の 田舎の方の方東京の23区の町の真ん中のでっかい、まあ、それはそれでいいんやけどやっぱりそこで、うん、強い人が集まる、うん、ところもいいんやけどみんながそこ集まったら、うん、場所中う、えー、と相撲取れませんから同門は。だからそのキセノサウさんがやってる親方の名前はちょっと忘れましたけどそういった田舎の方で,でその道選んで,でなおかつ結果的にスピード出世してる っていうところでございますからこれだから横綱まであとす一歩なんでこれ大いにうん年明け以降。 盛り上がるとは思うんで、ちょっとね普段見ない方もちょっと、えー、大相撲中継とかあったらチェックしていただいて大野里っていう名前またどうするのかまた変わるのかと、うんあとほど桜っていうね、えー、同じように大関張ってる日本人力士もいますからちょっとみんなで応援したいなぁとはちょっと思うんでぜひぜひちょっと、えー、名前覚えて,てください大野里でございますあ書いてますね初土俵から旧場所での大関は昭和以降で最速でございます。 から大野里ぜひぜひひ覚えて欲しいんですさあそしてですねいろいろなんか年齢のことあんまり年齢のこと言うとねもう嫌じゃないですか、はい、もう自分がじいさんやとかねもう言うたらもう50代後半やとかいつも気持ちはちょっと大学卒業して3年目4年目ぐらい設定年齢いくつ <laughs> いや東野さんえ、うん この間二十八歳、二十八歳、二十八歳ぐらい、ら大学卒業してちょっとしたぐらいの設定年齢でずーっとやってるんです。うんはい、そういうもんでしょう、はいえー。厚野くんもそんなもんよ。僕二十七です。二十七で一個下の後輩で、ま、はい、た後輩好きやな。二十九でええや <laughs> いや。今下の方が楽で,ですから。でやってて、でもやっぱり自分が思ってるのと周りはちょっとやっぱり。 違うんやな。周りは勝手にもう年寄り扱いしてるって多分やねんけど、うん、確認し聞きたいんだけど、うん、スタッフ俺のこと年寄り扱いしてんちゃうかっていうエピソードが「あのこの世界はワンダフル」っていう番組がね10月から始まるんです SnowMan の渡辺君という方と一回特番して木曜9時やったからこの間そのポスター撮影みたいなのがあってでなんか言ったらまあ年功序列まあでも。 なんか渡辺君が初めての MC だね、ね横にそのベテラン芸人 MC 東野と一緒にみたいな感じのまあ立て付けじゃないですか。 でも俺もアホやないから、うん、やっぱちょっとね渡辺君中心に盛り上げていきたいっていう気持ち、このなわが我がわがね渡辺君喋って喋らそうとしたらもう自分が喋って前に前に出るなんてもうぐのぐのぐでしょ、はい、ゲのゲぐのぐ。N.S.C. の子でも今それ知りません。<laughs> <laughs> 分かってます分か。分かってるよね、はい。渡辺君が喋って立ちなことをするのを膝グッと持って座らせて俺が立つとか、こ <laughs> れ赤や。そんな分かってんねこっちは。 そし、はい、たらそんなんねしたらあかん自分の立場わきまえてる本当にバカ丼のクワマンさんね田代さん東八郎の気持ちでやっていかなか、はい、間違ってないでしょ、はい、でもやっぱりちょっとねスタッフの方も一応分かってると思うけどでも一応一番年上が立ててくれるじゃないですかだからポスター撮影で、えー、それぞれ楽屋あってでちょっと時間もちょっと先渡辺君がちょっとちっちゃいところのスタジオで。 なんか撮撮影影してててポスター撮影やっててで俺はまた後から呼ばれて行ったらちょっとその撮影の最後の方やったかなちょっとこう写真撮影してる横の廊下みたいなところでちょっとスタッフさんしゃべりながらなんとなく左耳の方はあのカメラマンのカシャカシャって音とか。 ね、なんかちょっとこう、うん、小気な今風の音楽に流れてっていうのをこう左目で聞きながら、まあ、スタッフと談笑してで、まあ、左耳から「はい渡辺さん OK です」って「次東野さんお願いします」って言われてでバーってすれ違いざんバーってスタジオ入ってでちょっとこうねポーズ説明受けてこうやっていたらあの AD さんあたりが多分タブレットでポンって押す作業が見えて音楽が流れてきたんですけど。あら イルカの名もう<ー> <laughs> 若,若い人が原曲ちゃうでさすがにさすがに原曲やったらもうこれいじめや <laughs> イルカもうドッキリグランプリーかなって<ー>ちょっと<ー>イル、ね「イルカの名残雪」に曲が急にカタって変わって、はい、で若い人が歌ってる「イルカの名残雪」のちゃんと日本語がわかる。はいはいはい 曲がバーってしたスタジオ <laughs> えその前までは全然ちょっとかなりアップテンポやってダンサブルなダンサブルなあのアーティストが流れて「はいオッケーです」って入ってきてこう一斉に座ってポージングって聞いてパッてなんとなく見ようとも思ってない方パッてなんかタブレットみたいなポンってなんか押してる姿が見えたら明らかに意思を持ってて曲変えてんのよん<ー>多分スタッフから事前に「<ー>ねあのじじきたこれ押せ」みたいな。<laughs> <laughs> 悪いように言えや、ね、悪いより「じいきたらこれ押せ」って「あって、それで乗るから」って「なんすかこの曲いいから押せ」って「あいつあの笑顔が下手くそなあいつが少し笑うんだよ」みたいな <laughs> <laughs> ほんでなんかわからんけどあの一瞬「あれ?」って思ったのよ。うん なんで名残雪「<laughs> 医者を待つ君の横入れ <laughs>、はい、で」って、うん、それの新潟出身のヒルクライムみたいな名前あったじゃないですかヒルクライムか何だそういうそんな感じの名前の人いたんやけど多分やけど俺の記憶でカバーのその人の名残ゆきがずっと流れてて、うんうん、もう顔ずっと引きつってたわ <laughs> <laughs> 逆や。逆や <laughs> <laughs> ええってだっていやいやわからん聞くの怖かったよなんで乗らないの偶然じゃないよねってわざとみたいな一応聞いたかったい向こうはもうなんでなんで名古屋浮きかけてんの東のなんで乗らないの違う違うじジイ乗らないぞみたいなおかしいでしょ名古屋浮き流れてきて原曲のイルカバージョンじゃなくて多分15年ぐらい前のカバーの名古屋浮きバージョンよ 多分やっぱフジテレビすごい力入れてる新番組やから曲の選考も多分力入れてる多分俺の渡辺君やったら SnowMan の多分そっから俺会議で明日あれポスト出たけど曲どうするって渡辺君は SnowMan の,の曲流そうよみたいないやでも逆に言うと SnowMan のライバルの曲流してちょっと突っ込んで笑ってみたいな感じのほうがいいんですかねまあそうかじゃあちょっと両面用意しとけよじゃあ自どうするみたいな、うん。<laughs> ほんならちょっと普段ね口の重たいね女性ディレクターんな,んかなんか手を挙げて「あのこれどうですか?」みたいな「<ー>あの <laughs> 名残勇貴バカ野郎お前」みたいな「気付くよあいつ」みたいな「いや違うんです違うんですイルカさんバージョンじゃなくて15年ほど前の私よく知らないですけど丸○マルマルさんのカバーどうですか<ー>あそれいいね」みたいな「ん<ー>あいつは口ずさむんじゃないその一瞬新心線取撮れよ」みたいな。 記者を待つ待つうのとき「時シャッター押せよ」みたいな。<laughs> サビで絶対歌うぞ。っていうのはすごいねやっぱ俺もそういうふうに思われてんのかなっていう、うん、ちょっと前日に俺もそれもちょっとカルチャーショックというかあって行列の収録で落合親子が来たんですよ。 ね落合親子落合博満、はい、落合親子、はい、福士君が、うん、今声優さんやったりとかしててで落合お父さんも落合博満三冠王何度も取ってるロッテ中日ジャイアンツ日本ハムかなレジェンドでなんかそれまだう情報解禁してないけど多分その旅がスペシャルで何組かの中の落合親子の旅でいらっしゃっててほんでそのうん えー、パリオリンピックで活躍した、うん、選手のアスリートの方も2人で旅するけどそこはちょっと心配やしアスリートやからもうちょっとこうおしゃべりの方ようわからんから付き添い人でシソンヌの長谷川、うん、もうキャリアもたっぷりあって入ったのも年齢遅いから言うたら10個ぐらいしか買われへんはずじゃないですか。ほんで本番中に、うん、なんかその、うん アスリート、パリオリンピックね、うん、そのアスリートの人に「楽しかったです」「本番緊張しなかったです」みたいなところのテーマあったからせっかくやがと思って落合選手に落合選手ってやっぱレジェンドって言われてるじゃないですかね。緊張とか,なんかやっぱ伸びしやし本番に強いここ一番ピンチの,あのチャンスの方が強いってイメージあるんですけど、うん、緊張とかされることあるんですか、うん、って言ったらいや一度だけあるねみたいな。うん、え、で俺もねちょっとこう浮かれた気分で。うん 聞いたかみんなと日本テレビの社員の皆さんと落合さんが一回だけある緊張をさりげなく質問するこの俺ね引き出しの東の <laughs> 引き出しの東のねもうさも胸張って <laughs>「こっちはもうカメラ全然こっち来てないけど <laughs> いや一度だけあるよ」って言ったらデビューして初めてのオールスターに選ばれてほんでその時ロッテのパ・リーグじゃロッテ代表じゃないですか、うん。 4番でもないいでですよまだ新人の落合てやつがいてるでピッチャーが阪神に行った小林茂小林さんの球を1球目の時にもうしびれて振れなくてもう足もガタガタなってそのオールスターっていうスターのところに俺がいてるっていうことで緊張で第1打席なんとかボール当てたけどゴロでアウトだったみたいな。 俺の質問から始まったわけよ。ね、俺なんかいい,いい質問じゃない。はい で「小林茂」って言って江川事件で空白の一日でドラフトでうん江川卓さんが阪神に1位指名されるけれども当時ジャイアンツにいた小林茂さんが言うたらプロ1年目でもない0年目ロ年目の江川と電撃的なトレードなんかこう契約のこう隙間を塗ったようなグレーなトレードで阪神に生かされてカチンと頭来て。 ほんでそれから言ったらサイドスローでうーん怒りジャイアンツ戦のが無傷になってその年へ半身にいた年は確か20勝以上したっていう時の小林さんとの対戦みたいな笑顔事件もちゃんとね1個の質問で網羅するっていうこの質問力聞き出しの東の <laughs> 聞き出しの東野 <laughs> しの東野もあんのか、ね、ほんでそのね言うたらひな壇俺その時ひな壇おったからひな壇のどの人らも全員ねまあなんて素敵なみたいな顔してんのかなと思ったら、うん。 誰一人小林えほんで長谷川って長谷川さその一番年齢上やったから<っ>カレンちゃんとかそれは知らんや<っ>長谷川なあ小林なあ阪神のあのドラフトのな小林ですか <laughs> 誰も知らん誰一人でフットの後藤が司会ってあいつ野球全く知らんや、うんうん、誰も知らん でパッと客席のおばちゃん見たら「何や爪触ってるおばちゃん」とか「生あくびしてるおばちゃん」とか「<laughs> まあ、野球の話はねや,や,やってもった」<ー>や,や,や,っやってもった<ー>なやったら福士君もいまいち分かってない <laughs> <laughs> とにかく俺はもうね落合さんのスキンヘッドの頭を見るしかなかったよずっと。<laughs> <laughs> でわもうそういうそい あそうもう当たり前やけど江川のあの,あの空白の一日とか<う>小林家とかまず誰も知らんしんそれが日曜日、ね、月曜日がもう「名残雪事件」。<laughs> いやだから本当に気をつけて喋らないと、うん、もうこれは知ってるみたいな当たり前のことはもうみんな知らんし、うんやったら一回り上の三馬まを二回り上の 分子うからだから皆さんが経験してきたことをなんか俺もちょっとあこういう気持ちなんだっていうのも分かったし、うんうん、いや喋ることをなんかちょっと一瞬考えて周りねさもね聞き出しの東野みたいなんで胸張ってる<赤>赤<が>全然聞き出し <laughs> 全然だってほんまみんな巨トンやもん。<laughs> でこしゃべってるから多分カットされてるからっ、ね、て <laughs> 全員がキョトーンってしたから <laughs> <ー>ああそうですかってなやったらどうも「はいブ V 行きたい顔してたわ」「いらんことまた言うていろいろ面倒くさいなっ」っ <laughs> おじいがよじいがじじいに質問しやがってみたいな <laughs> 怖い怖い <laughs> 怖い怖いほんまに怖い気付きは怖いダメですよ、本当に、はい、えー いろんなね番組とか新番組ありますしえ内村プロデュースも復活するしいやこれも気ぃけよう,もう勝手な関係ないけど気ぃつけは駄目なんですその落合さんの小林問題と同じようにそりゃ内村プロデュースだって言っててもやっぱ若い人も「何それ」みたいな感じでもあるしやっぱり現役今人気ある番組が一番強いっていうことをちょっと も最近もだってもう「あらびき団」のあの字も言えへんもんもう <laughs> あいついつまで言うてんねんってねやそれもちょっと別口やと思うけど <laughs> <laughs> いやちょっと別口いや俺も分からんけど多分やけどあらびき団のスタッフのあの TBS のお笑いの LINE の人をなんか全員吹っ飛んで行ったんちゃうかな <laughs> どうなってるかわかりませんけれどもさあそしてですねああのもう一個カタツムリの方のライブもねちょっとね あの幕張のあちょっとねメールも来てるんですよ来てたんですよごめんなさいありがとうございますうんとんすけさん千葉県ねえー、幕張での片つぶりをもっと褒めてくれ見てきましたと先週の放送でチケットが売れてないことを言っておられましたがまあ東さんの知名度があれば満席でしょうと思っていたがまさかの会場の半分しか埋まってない状況でした なんかね、70人ぐらいのお客さんしかいなかったで笑っててでまあまあしょうがないなあと思って X でポストしたりとかまあこうラジオでもう「かなあんなでも客なんか入らんでええで」って言いながらまだ満席なんかなと思ったら30プラスされてまほんでお、ね、こうなんかこう変な汗かきながらカタツムリに「<laughs> あのー、ザマーミロット」は言いました。<laughs> いや先輩やろ <laughs> でこの方はね始まる前に牛タンの利休で飲んだためか途中から寝てしまいところどころしか <laughs> 覚えていません。 記憶にあることは途中で点数をつけるギャン立ち客席の一番後ろでギャグをさせる最後にチャーハンを作ったものの普通とカタツムリを褒めていたのかわからない内容でしたが生で東野さんを見れて幸せでした東野さん地元の、えー、自分の地元に来てくれてありがとうございましたまたのお越しをお待ちしております初めて幕張の方に行かせていただきましていや本当にあの大卓にあったりとか LLR とかあと世間知らずっていう。 名前はなんか見たことあるけれどもなんか普段会えない方とかなんかほんでまた東京の家から車乗って幕張に行ってなんとなくその劇場に行って帰るっていうのほんまに久しぶりにしたんでまあ道中ちょっと時間かかりましたけどなんか若手に戻った気持ちででなんか袖から袖で片つむムのコントとかなんかねコント見てるなんかもうなかなかそんな機会もないし、うん。 テレビ番組のネタ番組で袖からネタ見ることはあってもそのライブのところで見ることもないからあなんかあ懐かしいなとか楽しそうやなっていうのも思いましたんで、えー、そちらの方もまた配信の方もまだやってると思うんでよかったらですねそのカタツムリの、えー「もっと褒めてくれ」またご覧になってほしいと思いますそちらの方もよろしくお願いしますさあそしてですね曲の方なんですけれども、えー、これ曲はね アラバマシェイクスの「ドント・ワナ・ファイト」っていうね「研修医」っていうねネットフリックスの「レジデント」っていうドラマがあってでなんでこの曲っていう,うリクエスト僕はしたんですけど「研修医レジデント」っていう、うん、言うたら救命病棟みたいな感じでなおかつ研修医でまだなんか専門のところに行くまでの、うん、アメリカの連続ドラマで、まあ、めちゃくちゃ面白くてでどんなんやろうと思って日本語でも吹き替えやってるから、まあ、見やすいから。 見てて楽しいなと思っててほんでその,その中のドラマに出てる人の男性がうん女性の方に「アラバマ・シェイクス」のライブチケットあるから行こうよって言って言って,て「あれアラバマ・シェイクス」ってみたいななんか,懐かあれなんか聞いたことあるなと思ったら10年15年ぐらい前よう車で一時なんかハマって聞いてて好きなバンドであの女性ボーカルで,でアフリカ系アメリカ人で。 太ったおばちゃん的な人でうーんアラバマに住んでてで仕事はなんかスーパーのレジ打ちみたいなしてるけれどもうーんなんか恋に特徴があってでデビューアルバムこれセカンドアルバムこの「Don't wanna fight」っていうのはセカンドアルバムなんですけどこれもなんかグラミーに選ばれたりとかしてて今現在はちょっと、えー、バンドの方は解散休業、休業状態で。 でボーカルの女性の方はうんソロで活動されてるっていうので久しぶりに聞いたらあこれこれ懐かしい懐かしいと思ってリクエストさせていたただきました、うん、いやちょっと気になるのは、うん、こんだけね詳しくてこのラジオで発信してるのに。 の名残勇気かけられんねん <laughs> いや, <laughs> いや,いやだから<や>アラバマシェイクスあアラバマシェイクスなか,かっこいいですねってなるけど、うん、さ名残勇気ったら喧嘩売ってんのみたいなこ,こっちもカチンと組んでみたいな <laughs> 伝わってないですね <laughs> 洋楽好きが伝わってないです <laughs>、はい、アラバマシェイクスのドン・ド・ワナ・ファイトっていうやつでままあ、まあなかなか辛いことがあるみたいななまあ生活が辛いっていうまあどっちかってうとブルース系なんですけど、うん、出だしの声え椿鬼彦さんでちょっと笑えるんで聞いてほしいと思います <laughs> アラバマシェイクスでドン とわなファイト張り切ってどうぞ。番組はリスナーさんからのお便りで成り立っています。メールは h h アットマーク a b c 一丸丸八ドットコム h h アットマーク a b c 一丸丸八ドットコムです。いいメールはいい遊びから遊べ和光堂よ。工事に教えて。そうですね。この工事に教えてのこの曲も変えなあかんなもう。 年寄りやん絵描きにしてや <laughs> こういう身内からまさか足引っ張られるとは今気づいた、えー、<laughs> いや誰も金髪さん割ないけど、はい、金髪割るんちゃうかな <laughs> <laughs> いいなんで <laughs> <laughs> こういうとこうやこういうのもしか<え>もしかしたらそのね世界はワンダフルのスタッフが聞いたらこれやと思うねここや身内でガッチリガードしていかんと <laughs> 東京の一塁の番組出らへんねこっちは。なんだ何の曲がいいんですか。いやあらまばシェイクスとか、ねその流行りのやつ。やっぱそういうのやってもらうとこっちはもうこれ。いや合わないでしょ個人に教えてって。いや全然。これが当たり前と思ったかかんのもう大きな間違いや。送る言葉いいね。絶対そうやわ絶対これからよ。教える教育金髪先生送る言葉。 前もうこの方兵庫県の竜さんでございます僕も「サムライタイムスリッパー」見てきましたあ見ましたかすごかったですよね自主制作の映画とは思えないほどのクオリティの高さでめちゃめちゃ面白かったですこの映画を作った安田監督実家米作り農家お父さんが亡くなった時に米作りを引き継いだそうです作業が大変なのに車の価格はとても安く赤字に苦しんでいる 映画がヒットしなければ米作りが続けられていることなので僕も魅力ながら貢献できたかなと思います。ぜひこの映映画画が大ヒットしてて制作も米作りももり頑張っていいたただきたいと思いますということで今日ワイドナショーの収録でうんあの人鈴木治寒さん,うんで、F、東京の方で関東の方で FMO のラジオで,で俺も一回ゲスト行ったんですけど今日この安田監督もいらっしゃったそうで,でお話伺って俺も,もちろん見てきててまだ見てないでしょう。 早い,やいやな<笑><笑>いやめちゃくちゃすごいすごいないあの映画なんか何がすごいってまず出てる人もよう分からんし全員、はい、でちょっとまあまあ上方喜劇みたいなもちょっとなんかね空気としてあるけどまあ知らない役者さんたちがやっててでなおかつ途中の照明とか多分ね映画本まの映画との2作目か3作目ぐらいなんですよ。途中でなんかこの 映像の明るさ画面の暗さどっかで見たなと思ったら教習所で中勤2回ぐらい切られたら見なあかん映画あるやん、うん、あれぐらいの映像のなんか感じ、暗さ、えー、俺そう感じてる<う>ななんか、なんで映画 っていうのかなんかほんまに自主映画っていう感じだしでもストーリーもようできててストーリーと現実問題とか全てがなんかこう上手にテーマが良かったテーマよくリンクしてるからいや素晴らしいなと思うし太秦がこの脚本見てほんでできるだけ安く太秦貸してあげたりとかしてるって聞いたからいやみんないえ,えとこあるやんと思うし。 でその渦巻が助けてあげるっていうのもちょっとこの映画にもリンクしてるしっていう「で池袋」で1巻だけが始まって現在100巻以上ぜひぜひこれ年末日本アカデミー大賞でちょっとすごいねでっかい賞取ってほしいなって、はい、<お>主役の人もよかったですよね。よかった、あのー。よかったしあの敵役っていうか、うん、あのライバルになる役の方も。<laughs> もうこの人しかおあったやんかあのほんと若き頃の里見耕太郎にしか見えへん、うん、こんな人よう見つけてきたなみたいな、うん、お互いが立つし落ちもなんか綺麗な感じやし、うん、素晴らしい作品でございます。よかったら皆さん近くの映画館で「サムライタイムスリッパー」ー見てください。 でちょっとね口コミで広がってますしめちゃくちゃ面白いし、うん、米作り農家してたっていうのはちょっとわからないし鈴木修さんから聞いたんは。 え自家用車ったそうですよ<ー>映画を撮るためにお金足りひんからって<ー>で娘さんも奥さんと娘さんいててっていう,っていう状況の中ですから、えー、ヒットしたんでちょっとねうーんなんか大ヒットして大きい映画行って次も、ね、商業的な大きい映画でたくさんのギャラもらったりとかちょっとしてほしいなとは思います「サムライタイムスリッパー」でございますぜひぜひ皆さんチェックお願いします。 でもう一個ですよ、ラジオネーム風は西から、ネットフリックスのドラマ、極悪女王、ライオネス飛鳥役で出演中の剛力さんがプロレス技の練習中に見せたバックスピンキックの動画が話題になっています。技の指導をしている女子プロレスラーのはたくみ選手の X アカウントで動画が公開されています。ダンスを得意とする剛力さんならではのキレのあるバックスピンキックがはたくみ選手にクリーンヒット、これが人を相手にした初めてのバックスピンキックだったそうですが。 ろはたくみ選手いわく足の上がり、的、えー、もう、えー、首の切り返しも完璧だそうですと、うーんこの先、えー、ゴーリキーさんのバックスピンキックをドラマの中で見ることができるんでしょうか、私はネットフリックスに加入してえ、加入しておりません、ダディの感想を楽しみしながら、想像で楽しみたいと思います。うせやん見て どっかの侵入してでも見て、あかん、<laughs> あかん。<laughs> え感想を楽しみにしてんの、いやすごかったよ。これ、きさん、いや、どういうつもりで喋ったんやろ、もう。泣いてまうわ。<laughs> 俺の喋ってなんとか極悪女王みたいな気持ちにすんの,あのね <laughs>、うん、ユリアン・レトリバーがセーラー服着て階段上がってくるとか笑うよ<笑>いやいやそればっかり選手 <laughs> 言選手言いました <laughs>、うん、いやぜひぜひちょっとね面白いし、うん、女子プロレスラーの当時の今から20年前、25年前の動画もたくさんありますからえーあとやっぱり 紙切りデスマッチダンプさんとうーんなんか吉ぐさ,さんの「神切」デスマッチへのなんかこう終盤そこに向かっていくところと実際に多分 YouTube であの時代のそのね戦いたくさんありますからぜひぜひ見てほしいです。かず西川さんネットフリックス加入してなかったらその YouTube 見てほんでもう芯もたまらず、えー、ネットフリックス入ってくださいネットフリックス側もう少し値上げしましたけど。<laughs> 他にもいいっぱいたくさん 作品ありますからネットフリックス風野西川さんぜひぜひお願いします想像なんてそんな悲しいこと言わないでください <laughs> ぜひぜひお願いします大阪府、えー、マルーンオリーブさん YouTube サマーチャンネル九月二十日配信会大竹さん単独インタビュー配信されていました、えー、大竹さんの単独インタビューその中で自分以外の芸人に生まれ変わるなの質問の質問から一、えー、月1日元日ねヒットパレードでダウンタウン 今田さんダディが演じてた誘拐人質のコントを見てこの人たち東京にやってくるんだ恐怖を感じたといった趣旨の話されていたのご存知でしょうか知らないです。まだダウンタウンさん今田さんダディが大阪時代の話と思われますが芸人になりたてのサマーズに影響を少なからず及ぼしていたことより。 それくらいダウンタウンのインパクトが絶大だったことを感じさせられます、えー、9月21日には三村さん単独インタビューが続いて配信されていましたがサマーズがお笑いについてガチで話す光景へえかっこよすぎました、えー、ダディとサマーズは同じ、えー、1967年生まれあまり番組での共演経験見かけない印象があるんで本物ラジオのトークを聞いてみたいですということでございますけどだから同い年です完全に同い年、えー、サマーズさん伊集院光さん で玉袋筋太郎さん善次郎かな1967年といえばでこのダウンタウンさん今田さんの僕でやっていた、うん、誘拐の刑事コントですね、えー、厳密には刑事コントこれそもそも多分ダウンタウンさんの漫才のネタで刑事のネタがあってその刑事で誘拐犯がいてる。 でベテラン刑事と若手刑事で松本さんがベテラン刑事で浜田さんが若手刑事もう知ってるでしょそのネタで漫才はうんとい遠い面に客席側に犯人とで人質がいてるで銃を持って言うことを聞けって言うてる状況に松本さんと若手刑事がっていうネタで。はい でやってたんですよそれめちゃくちゃ面白くて多分か月梅田花月とかで見たんかな学生高校生ぐらいの時にだから最初ニックネームつけるみたいな「で趣味聞く」言うてでレコード鑑賞とあの若いけど盆栽いじりで」で「なんかレコードいじり」っていうニックネームつけてって始まっていくっていうネタですからでそれを南海ホールっていう日曜劇場の前の名前の時に多分ダウンタウンさんイベントとかしてたんですよそその時ににネタをコンンアレンジしたんですよ。 その時にうーダウンタウンさんの松本さんがベテラン刑事で,で若手でう浜田さんがやってくるほんで犯人が岡健太さん岡健太さんがなんかこう立てこもっててで出てこいいうほんで、えー、松本さんが「やめろ」ってあの銃撃つんじゃないよって説得する。 で天田さんが「えー、母親がいあの来ました」って言って「でかした」って言って犯人に「お前の母親来たぞ」って「母親にやめろ母親に言われたら説得されたらつらい」言うてで母親来たらいつも雅氏がお世話になってます言うて、あのー、レコードいじりのお母さんだっていうボケで4人のコントが始まるんですよで。それを裕太さんがやってた健太か裕太の裕太さんがで。それをやってる時にに東京行く時に あの我々も東京行くから今田さんが健太さんの役やって裕太さんの役をなんか俺がやったの多分うんこのヒットパレード爆笑ヒットパレードでうーんサマーズのお二人とその時バカルディなんかなが見たと思うんですけどやりましたやりました「冗談画報」っていう番組出たことあるな<あ>ないですないでのままだだ見見てました、はい、あ <laughs> 見れないだから 東京の人からなんか送ってもらってああ、あ送ってもらってっていう。なかだからそれでダウンタウンさんっていう、はい、泉佐里さんっていうコラムニストの人が司会してて、で冗談画報って言って、ほんま二丁目劇場みたいなセットよね。はい、ほんまに、うん、もう堀何にもなくて、グレー基調のセ。うん で若い人らが客席出て漫才ブームのあとお笑いみたいな誰もしない時にシティボーイズさんとか竹中直人さんとか東京やったらねうんそういう人らがなんかネタやってで大阪からダウンタウンさんがネタやってなんかアー研究家とかなんか妖精のコントとかなんか。 なんかそういうのをやる時に1回2回行って親もなんか行ったんかなっていうだから年齢でいうと今から38年とか35年以上前ですけれどもえらい古い話してはって大竹さんっていうことですからちょっと皆さんも気になる方がいましたらね「サマーズチャンネル」でございます9月20日配信の大竹さん単独インタビューでございますから。三村さんも え次21日に単独インタビューが配信されてますからえ気になる方はちょっとチェックしてほしいなだからそのサマーズさんとは同級生やけど同級生やけど敬語のようなタメ口のようなちゃんと喋ったことない感じで言うとうっちゃんなんちゃんさんの番組に俺がレギュラーで行ってた時にちょうどバカルディからサマーズに変わって。 TBS の金曜23時にやってるじゃないですか雲南さんが番組えっとえー、っと内村さんでロケやったり南原さんでロケやったりあ気分は上々,あ気,分は上々気分は上々の時にバカルディ対カイジャリ水魚で負けた方が改名やとかやってたでしょ、はい、あの時のぐらいの時にちょっと絡むとかでその後サマーズになって。 リンカーンでダウンタウンさんの元サマーズがレギュラーになってほんでなんかゲストに呼ばれて絡む時もなんかおっかなびっくりの距離感だから何とも言え向こうも多分やりづらいと思うし俺もだからどれぐらいの距離で喋っていいか分からんっていう感じ。さんとかの方が 明らかに中卒で落語家になって芸歴先輩やから喋りやすい。さん<ー>付けがしっくりくるというか。あ,あな,るなるほど。なんか伊集院さんって言いやすいし、うん、玉袋さんはほんまああいう人やから、うん、なんか洋天のか洋天ないのかよう分からん感じの人やから、<laughs> なんかそれはそれで <laughs> だからあのキワモンコメディアンやないけど、で竹下軍団でもあるし、うん、なんか話しやすいけど、はい、なんか。 変にもしかししかかたら意識してんのかね<ー>サマーズさんとはなんかそうちゃんとそういう風うなかで当時若かった時はお酒大竹さん飲めへんかったからあ<ー>なかお酒飲むこともないしみたいな感じ三村さんがちょっと浜田さんチックな感じあの下ネタとか好きでガハー笑ってる印象はあったんですけれどもうん、うん、どっかでねまたね なんかがっつりちょっと話してみたいなとは思いますけれども皆さんちょっとね、えー、YouTube の方参考にしてくださいさあえー、あこれもちょっと気になるのよね長崎県のあ金玉さんしょうか、えー、先日便利い,、はい、いやいやほか <laughs> にもう一個金玉あったなと思って <laughs> そ,ううそうそうこれ読みたいやつばってだからその名前で選んでないからぱっ、はい、て「あ金玉や」と思って。<laughs> そうかって言ってお、うん、ととんか意識合うの嫌やなと思って <laughs> え紅しょうが稲田さんがインスタグラムを更新され10月17日から20日まで東京渋谷で写真の個展を開くことを発表されてましただからこれも面白いんだけど稲田も、ね、稲田さんもおもろいけど金田もさ長崎県のにもうさ絶対関係ないやん <laughs> もうね写真のコンセプトは 新しい婚活とのことで驚いたのは古典を紹介する写真が白い水着のワンピースを着た稲田さんのバックショットなのですがなんと水着がセクシーなシースルーのため稲田さんの四角いお尻の割れ目までくっきりと写ってることでした。 ただ母親を連想させるぐらいの広い背中とお尻の始まりにできた大量のシワなど拭いきれないおばあんかんもさらけ出されていてこの辺が新しい婚活家なのかと想像させられましたもうねこれもうちょっと無理してね金玉もなんか僕は全然こんなに興奮しませんよって嘘ついてるけどこの辺が新しい婚活家と諸々<カリ>の費用はさダブルの優勝賞金の補ったため 入場無料さらに期間中は稲田さんが会場に立ちお客さんをお迎,、えー、迎えされるらしいで、えー、中年女性芸人のセミヌードに興味のある方は稲田さんのインスタグラムに詳細が書かれてあるのでご覧になって是非とも足を運んでみてくださいなお余談になりますが稲田さんは先日全く面識のない自転車に乗った男性に「ペチャパイ!と」と罵 <laughs> られたそうでございますという。<laughs> っていう金玉さんね長崎県から向かってください。 えー、新幹線でも船でも飛行機でも何でも結構です <laughs>、えー、渋谷でございますから、えー、ぜひぜひお願いしますえー、あ金太郎む綱鉄」今週月曜深夜の「金太郎のオールナイトニッポンゼロ」本当に全編ふさげたくそ面白いが、えー、番組に仕上がってましたオープニングから佐久間さんの物のまねで始まりあのちゃん、えー、途中架空の美人 DJ 志田中、えー、これ金太郎の本名になりサザエさんの中島君や松本まりかのモノマネでリスナーの人生相談に乗るというカオスな番組でした結局その金太郎一切出さずに番組は終了しましためちゃくちゃ笑ったので、えー、もしダディが聞いてないならおすすめでございますけどいや,やっぱり何かに演じるって喋るのが一番向いてるんですよ。だから、 この間マルコ・ポロリにも来てましたけどやっぱそう演じないとやっぱ喋られへんって、えー、私の数なんて何も面白くないですからみたいな感じなんでやっぱ何か演じてるだからいいものまねっていういい武器ね多分見つけたと思いますしうーんちょっとねなんか個人事務所で頑張ってますからなおかつマネージャー行ってないけどマネージャーのものまねして仕事応対し,してるんですよ自身が。 マネーージャーののでですって架空の人物で「うちの金太郎は多分こういうふうに言うんですうちの金太郎こうです」見たら一個挟まなあかんから金太郎としてなくてマネージャーとして電話ずっと出てるっていうふうに言ってましたからなんかねいろんなタイプの芸人さんがいますけれどもちょっと金太郎のラジオまだ聞いてない方は聞いてほしいと思います。さあ工事に教えては今日はここまででございます。宛先に教えると書いいてて送ってください 番組はリスナーさんからのお便りで成り立っています。メールは h h アットマーク a b c 一ゼロゼロ八ドットコム h h アットマーク a b c 一ゼロゼロ八ドットコムです。いいメールはいい遊びから遊べ和光堂よ。ためにならんねえ。人のための人になるを掲げる神戸東京大学にはふさわしくない。 人のための人に慣れてないなという行動出来事を送ってもらい学生たちの反面教師とするコーナーでございますえー、この方うーん桃色アイシャドウダディアツムさんこんばんは私は子供の頃からマンション住まいで親から近隣の迷惑にならないよう歩く時静かに足音立てないことと口酸っぱく言われて育ちました一軒家の人と マンションとかアパートの人の歩き方違うもんね。なるほどいやほ当あのだから要は下の人に気を使ってずっと生活してるってと、うん、一軒家に慣れている人はもうドス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 ,ドス歩くけどっていうところですけど、えー、口酸っぱく、えー、酸っぱく言われて育ちました先日スーパーの駐車場でのことですよ私の前方に70代と40代ぐらいの親子が歩いてました彼らは後方の私の存在に気づいてない様子しばらくすると推定40代の息子前歩いてる息子 ブリブリブリーとじいびきするぐらいのおならを3発かまされました「ほい」と「田舎のスーパーで3人しか駐車場におらんからってこうも緩ますな」と「緊張感持っとけ」と「イラッとしたんでわざと息子の前に行くと青ざめた顔でこちらを見てました」<お>「足音を立てないしつけためにならねえ <laughs> そん」そんなオチでしたそんなオチでしたはい。 あの読みながらこれ頭のこと言いんのかなと思ったらこういうウォッチでした伏線回収地上すごいあの低ランクな伏線回収 <laughs> 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 足音立てないしつけがどうなのかな <laughs> とかってことですからちょっとねやっぱりおならっていう何かねなかなか。 そっかと親,親と俺57やから親と歩くってそういうことなんやなってちょっと思いましたけれども皆さんもね後ろに誰がいるか分かりませんど気をつけてくださいのの口茨城県20代の女性5人とカラオケに行った男は共に50代の上司と私の2人職場でいつも顔を合わせる女たちは茶色くて朽ち果てた落ち葉のようなやつばかり。 だからまさに今つぼみから花咲こうとする5本の色鮮やかな花を前にこいつ変なやつやな <laughs> 書いてんだよこうやって色鮮やかな花を前に男2人のテンションは半音を上げるカラオケだけにね変な人でしょ <laughs> 柔らかな雰囲気をまとったパンジーがグローブのデ「デパーチャーズ」を歌うね我々への気遣い だから20代女性5人は50代のおっさん2人だからグローブの「デパーチャーズ」を気を使って歌ってくれ、はい、上司が「俺たちの青春は90年代じゃなくて80年代なんだよねこれじゃないんだよなぁ」と言わなくていいことを口にする、はい、とっさにホロのつもりで「デパーチャーズ」のメロディーでユーミンの卒業写真が違和感なく歌えるよねと話すと花たちが食いついてきた。 ややここしいいつの文章 <laughs> 隣のバラの腕が私の腕とえ触れ合うぐらいの距離もうややこしいな <laughs> 一人の女で、ね、いいでしょでもこれこの人のね一応文章やか尊重して読みますよ「<laughs> 隣のバラの腕が私の腕と触れ合うぐらいの距離に近づく視線が私に注がれる気分がいい花の香りがかぐわしいよ」や <laughs> <laughs> これなんでこんな女やろ 気づいた時にはパンジーのマイクを奪い歌っていたこの方がね <laughs> 歌ってたんですよ女性合理のうちの一人を奪って歌ってたんですよ、えー、マイクを奪われる瞬間の冷めた目に気づいたがテンションがオクターブ上がってる私には謝ることも止めることもできない <laughs> こういう歌ネタは1番だけは興味を持ってもらえるが2番以降は飽きられる <laughs> 空気が冷めていくのを肌で感じるえパンジーにマイクを渡そうとするがグラスを持ってドリンクバーに向かったきり帰ってこない他の花たちは次に何を歌うかを考え中でもう誰も聞いていないそれでも卒業写真の歌詞のまま「デパーチャーズ」を歌い続け渡し辺り一面焼け野原色とりどりの花は消えてしまった。 ハッスルせずにニコニコしながら若い子が歌うのを黙って聞いていればよかったためにならんねえ <laughs> あのコーナー趣旨をちゃんと把握して書くのやめてください。<laughs> <laughs> そうですねまともな方ではあります、ねうん、ますともな方やけど「ために並んでの使い方が正解やから <laughs> そうそうこっちもあんまり文句言われへんけど <laughs> いやいや腰性格やな思ってもうこの変人やわもう職場一緒にこんな人嫌やわみたいななんかカバンの中身みたいなみ <laughs> たいしなんかあのね言うたら同じ部署の女性社員のことをね「今日はパンジーお休みか」みたいな何 <laughs> やねん。 なん <laughs> やねえなほんまに。<laughs> 腹立つわほんまにこう言うと <laughs> えーと次これしましょうかねえー、あこれですね金玉雄さん「ために並んで、ね」これは僕がまだ義理の父と言葉を交わしていた時の話です。えー、現在は一言も口を聞いていません。入作業の合間。 うんだから、ね、牛飼って乳牛を育ててますから搾乳の合間に僕と義理の父と従業員の酒井くんとで分娩を控えている牛たちを眺めながら休憩していた時におしゃべりが大好きで大人なのに割り算ができない酒井くんが「いつも問題ありですよ金玉をもね」えー「社長ねかっこ義理の父あの牛もうすぐ分娩ですかね」と質問しました「チビで気が強く生きりの義理の父ね」<laughs> ほんまに 嫌われもしか聞いてないですからね嫌や,やわ、うん？またばいあと1週間は分弁せんと偉そうにのたまいましたそれと僕たちと反対側にいた別の従業員が先ほどの牛を見て社長子牛の足が出てます と大声で報告しました義理の父はアホの酒井君に一言も喋らせない勢いで早く孔子の足を引かんねえと偉そうに叫びました酒井君はその様子を見て自分がアホなことを差し置いてニヤニヤしてました義理の父はさっきまでご機嫌に喋っていたのに自分の失言を突っ込ませないためか急にブツブツ言いながら機嫌が悪い小芝居をしてました <laughs> なんやねんこいつらためにならんねえ <laughs> ほらこれですよ あの間違った使い方してるんですよ <laughs> 大体みんなねためにならんねやなんか、うん、着地がいつもおかしいなーっていうでもコーからねやってくれてるんですけどパンジーのやつだけですよ <laughs> 腹立つわパンジーのやつ <laughs> <laughs> えー,ーと「松、えーま、兵庫県松」「義理の父の誕生日に琵琶湖ホテルで大みぎを食べてお祝いしました」「同じ月に実の父の誕生日だったんで特に連絡はせずお金だけ振り込みました」 父と弟が仲たいしたので、実家に家族が集まることは二度とありません。ためにならんね。<laughs> 全くのサービス精神がない文章でしょう <laughs>。いや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 ,いやもう。もう簡潔に <laughs> しゃうん。パンジーがすごすぎるんですよ。<laughs> <laughs> パンジー嫌はなんかバラがどうとかもう。<laughs> えー、最後、もう一言言いって言ます。えー、特命機も。年を取るごとにどんどん太り。 さらに更年期に差し掛かってから汗がすごいという自覚があり夏の間接骨院や美容院に行くときは特に気になっていました先日接骨院にマッサージを受けに行く前にエチケットと思ってボディクリームを全身に塗りたくりましたこれなら多少汗をかいてもボディクリームの香りでごまかせるだろうと特に脇の下股の付近、念入りにクリームをすり込みましたこれ女性ですね 接骨院に着くとやはり汗がどんどん吹き出していきますベッドにうつむせになりマッサージが始まると先生があれおおあれ と言いいながららやりづらそうにしていますどうやらクリームを塗ったところに大汗をかいたせいで体がぬるぬるになっていたようなんで先生もなかなか気まずそうにしながら何度か私の背中や、えー、首で指をずるっと滑らせた後あまり力がこもっていないマッサージになり撫でるようにして施術が終わりましたその状況にあってしまい余計に汗をかいてしまうという悪循環ああ失敗した。 と家に帰って着替えようとするとそこら辺のゴミを集約したようなでっかい玉が両脇の下から出てきました怖いですと <laughs> 何がどうやってできた玉なのかわからないんですが <laughs> ボ,ボディークリームでごまかす方法はためにならないホコリりかなんか毛玉かなんかが対等率言ってたんでしょうね。いやいいいやや恥ずかしいと思いますけれども、えー 更年期恐ろしいもんがあると思いますえボディクリームとは、えー、相反するもんでございますから皆さん気をつけてほしいと思いますえためになら、えー、お,お手紙ありがとうございましたメールありがとうございました引き続き皆さん人のための人に慣れてないなという自分や周囲の行動出来事を書いて送ってください <music> でございます過去の放送 YouTube で公開中洋楽リクエストに加えて教える日常それでも生きていくあつむのめごちそうさまですやすす国道34号線のおっさんへ泣ける無料動画ですね東野へのやじために並んで募集しておりますあがききび孫 5308004ABC ラジオ。 東野康二の本物ラジオメールは h h アットマーク a b c 一ゼロゼロ八ドットコムですメッセージを紹介した方にはオフステッカーですね時々本物のバッジを差し上げますさあそういうわけで、えー、今夜もあっという間に一時間でございました、えー、それではですねいろんなコーナーどんどん皆さんお待ちしております、えー、それではまた来週まで聞いたってやバイバーイこの番組は神戸時は大学がお送りしました。